千連番下ワンパーということで、吉野さんルートは来ましたね。大台20回目やっていきましょうか。もう20回目か。20回目にしてこのイチャイチャだからな。なんかもうあとは例のシーンかイチャイチャ回しか来ねえんじゃねえかなと思ってますあとエンディングね、エピローグと、はい、どうなっていくのか。じゃあチャプター7の1の途中からですね、見ていきましょう。そして夕食の時間、ハン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 、吉野さんもなんか黙々と食ってんな。俺と吉野は静かに食事をとっていた。そんな俺たちを奇妙な表情で見つめる安原さんと日立さん、お前ら何やってんだと確かにな。二人とももう少しゆっくり食べたらどうだい、消化に悪いよ。え、そんなに急いで食べてますか急いで食べてないやつは喋った後にホモホモなんないのよ。別に、急いでるわけでは。喋りながら食うな、吉野さん。そんなマナー悪いキャラじゃなかっただろうもう吉野さんからあれなんだね、もうマナーを奪うレベルのやっぱ出来事だったんだな、そのモチベーションっていうのは。喋る時ぐらいは箸を休めた方が。どうしたんだい、この後何か用事でも？まさか、用事なんてありません。ええ、用事なんてないですね。なんてわかりやすいわ。なんてわかりやすいんだろうな。なあ。まあ幸せなのならそれでいいんだけどね。幸せならオッケーですじゃないのよ。まあでもいいよな、安原さんからしたら。付き合い始めっていうのは。どうしても時勢が効かなくなるものだろうしね。なるほど、そういう風に読んだか。そういうものですか。どうですかね、マコさん。マコさんもね、パラレルワールドでは時勢効かないんじゃないですか。そりゃそうだよ、恋人になったらあんなことがしたい、こんなことがしたいってずっと考えてるものだから、ね、怖っ。ちょっと待って、今安原さんがさ、自分の体験談話すのかなと思っちゃった今。えっとそりゃそうだよって言ったからさ、いやー、アキホとはねみたいなこと話すのかなと思った。それが一気に爆発するようなものだ。そして失敗もしながら二人の空気が出来上がるんだよ。いやー、すごい説得力。ちなみにアキホさんには挟んでもらったんですか。かくいう僕もね、アキホとはいろいろあったな。今思い出すと恥ずかしいことばかりだよ。いいじゃないですか。どんなことがあったんですか。どんなことがあったんですか。ダメ、そういうキラーパスはマコさん。そうだね、例えばとせっかく安原さんが話してくれている思い出も、申し訳ないことに俺の耳には入っていなかった。もう吉野さんしか見えていない、飯と吉野さんしか見えていない。そして夕食を終えた俺は一度自分の部屋に戻った。これもう幕張るの大変なんだからな、お前らブチブチやってて音もあれだしなあ。とはいえゆっくりと落ち着いていられる心境ではない。部屋の中をうろうろし、なんとなく部屋の中を掃除。大丈夫、お前の舞さんはもう興奮しちゃってんじゃないか。その途中、部屋だけでなく自分も綺麗にしておか、自分もやる気満々じゃねえかよ。ということで歯磨きも完了。ああ、そっちもな。あとはあとはあとは少しは落ち着いたらどうなのだご主人。ナイス村雨ちゃん。うわ、びっくりした。何をそんなに驚くことがある、今更ではないか。なあ、そうなんだけど、しまった、村雨ちゃんの存在を忘れていた。いやいやいや、忘れるな。大事だぞ、村雨ちゃんも悲しむぞ。それよりも村雨ちゃんは今日はもう用事はないのか。なぜそんなことを確認するのだ。ねえ、いやー、月が綺麗だからちょっと見てきたらどうだろうなんて。月が綺麗。え、今夜は新月だぞ。お、そうかやったな、俺はやったな。月は全然綺麗じゃなかったな。はあ、理由が雑すぎるぞご主人。邪魔をするなってやつやな。すまん、決して村雨ちゃんを邪魔者扱いしているわけではないんだが。神器臭いのはよせ。
我が輩はごまかしたいならもっとうまくごまかせと言っておるだけだ。悪いな。まあよい。で、我が輩はどれぐらい帰ってこぬ方がいいのだ？2時間ほどか？それとも一晩か？いいね。いや、そこまででは。多分10分もあれば大丈夫か？10分で。なあ。なんと！おう。ご主人、いくらなんでも早すぎではないか？うるさいわ。しないんじゃ、村雨ちゃん。その一言は傷つくわ。確かに我慢強い方ではないけれども、いや、いいんじゃねえの？我慢強くない方は。なあ、吉野さんもね。だからもう何発も撃てればいいの、何発も。はっきりとは言わないでほしい。何の話だ、これ。いや、ご主人が早いのは、この際仕方ないとして。うん。早い前提で進めないでくれ。せめて、前儀は長めに取った方が良いと、我が輩、重い早漏。重い早漏。早漏とかけてないか、さっきの。早いと。今までそんな語尾使ってないだろ。俺を傷つけるためだけのキャラ付けをやめろ。っていうか、今日はしないんだよ。だから短いの。決して俺が自分のことだけ考えてるからじゃないの。そうか。ならばよいが。ではまあ、適当にフラフラしてこよう。村雨ちゃんも大変だな。それだけ言って、村雨ちゃんは部屋から出て行った。もともとね、そんなにこう、なんだろうな、居場所があるというか、なんかそういう感じのキャラでもなかっただろうに、ね、このご主人様が出てきて、おやっとこう、ね、いろいろ、ね、出番とか居場所出てくるなと思ってたところに、吉野さんとイチャイチャし始めたから大変だな、村雨ちゃんもな。それだけ言って村雨ちゃんは部屋から出て行った。とはいえ、村雨ちゃんの言う通りだな。初めてということもあって、俺もテンパってたから。今度はちゃんと吉野の気持ちも考えないと。と思ったところで、ついに廊下のきしむ音が聞こえてきた。きしむベッドの上で、それは違うか。正臣さん、今いいですか？どうぞ。来ちゃいました。いやー。やるしかないだろ、これも来ちゃいました、言われたら。いや、ダメだけどな。恥ずかしそうにそう口にする吉野の顔は真っ赤。体をもじもじとさせていた。もじもじ。そんな姿がまた可愛く見えてしまってしょうがない。お待ちしておりました。はい。それで、村雨様は？ご退場いただきました。今は外に出てる。しばらくは戻ってこないよ。そうですか。では、二人っきりなんですね。うん。二人っきりだ。確認を取った吉野は、とことこと俺の方に近づいてくる。かわいい。スーってくるんだな。そして、飛びつくようにして、俺の体に抱きついてきた。うわ、いいなぁ。なんか甘々で。俺もこういう甘々なの好きなんでね。やっぱりあったかいですね。正臣さん。いきなり抱きついてくると、今日は大胆だね。ずっと我慢してましたから、お昼からずっと。エルノ。吉野さんからの色気すんごいな。俺もずっと我慢してた。手だけじゃなくて、こうしてギュッてしたいと思ってた。でも、それだけじゃないですよね。色気がえぐい。吉野さんも一気に大人の女性になったな。ようやくキスできるね。私もずっと我慢してました。だから早くキスしましょう。俺が顔を近づけると、吉野も静かに目を閉じた。そしてまた柔らかな唇と重なり合う。もしかしたらね、カットしてるかもしれない。音がすごすぎて、ちょっとワンちゃんカットしてるかもしれない。うん。すごいディープだったんですけど、もうはぁ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 言ってるでしょ。いつものキスよりも、なんだかすごかったです。うん。うん。確かに。
自分でも驚くぐらい興奮してた。私もまた自分が止められなくなってました。俺は人前で控えてたことが思った以上にストレスになってたのかも。あの明日のお昼もキスできませんから、うん、その分を今のうちにしておきませんか。それを言うと明日も明後日もし明後日もになっちゃうね。それはいい案だ。それじゃあ、はい、どうぞ。そしてまたカット入るかもしれません。目を閉じた吉野に俺はもう一度唇を重ねる。互いの気持ちを感じ合えるほどのキス。この気持ちよさは他では決して味わえない。そうして俺たちは飽きるまでキスで気持ちの確認をし合った。お。結局、村雨ちゃんに告げた10分など、軽くオーバーするぐらいひたすらキスし続けた。まだしとるではないか、つって。完全にバカップルだな、これ。でもそこまで仲が深まったことが、嬉しくて仕方なかった。そうだよな。だって一時期はもう死ぬかもしんないってところまで行ったもんな。俺はこれぐらい許されるわな。お。宣伝番下。おー、チャプター7の2に入ったね。そうして俺たちは、キスでコミュニケーションを行うこと数日。行うこと数日。ようやく、週末を迎えることとなった。普通にコミュニケーションしろ。そういえば、二人は今日はどうするんだい？どうするとは？いいね。せっかくのお休みだから、デートでもするのかなーねえ、デートですか。そういえば、ね、あれのことばっかり考えてたし、もう逆ってんな。そこら辺をどうするか全然決めてなかった。なるべく自制するようには心がけてるんだけど、やっぱりダメだな。期待が大きくなりすぎてて冷静さを保てない。まあそうだよな。だって吉野さんの方からしてくれるって言うんだもんな。これ野郎の方が保てないわ。で、まさおみくんからしたらね、何してくれるんだろうみたいなね。何教えようかなみたいな。特に、そういった予定もありませんが。そうなのかい？だったら、悪いけど、お昼頃に少し手伝ってもらえないかな。何をだ？一見、付き合いのある人から、祈祷を頼まれていてね。お、祈祷。わかりました。それぐらいなら。ちなみになんですが、祈祷ってどれぐらい時間がかかるんですか？俺、祈祷なんてしてもらったことがないので、なんかあれだよね。こんなやっぱ、その、神社系ギャルゲぐらいだよね、祈祷なんていうの。大人のギャルゲで祈祷って言ったらね、ちょっとやめておこう。それほどかからないよ。うん、せいぜい2、30分といったところだね。へえ、意外とかからないものなんですね。まあ何時間もかかってたら大変だろう。それならデートをするにしても十分間に合いそうだな。お二人は本当に今日はご予定はなかったんですか？え、もしかしてこっちを優先してる？もし予定があったなら本当にそっちを優先でいいんだよ。いやー、ちょっと作らない方の子作りなんで、子作らないをやろうとして、子作らない子作らないをちょっとやろうとしてたんですけど、いえ、予定は特に、いくらおおらかな親であってもさすがに、子作らないをする予定ですとは言えん。子作ら、なんか子作らない俺結構好きだわ。別に作るわけじゃないからな。作らないだでもするわけだから、まあ、こう作らないってことだな。お父さん、私たちのことは本当に気にしないでいいから、神社のお仕事も大切なこと。うん。うつつを抜かしていると思われるのも、それはそれで問題だから。そうか。じゃあ、お言葉に甘えて、今日はよろしく頼むよ。ごめんなさい、マサオミさん。私、一人で決めてしまいました。話の流れもあって、つい。いや。いや、気にしないでいいよ。吉野の言うことはもっともで、その気持ちはわかるから。今まで巫女姫として毅然とした態度を保っていた吉野。
俺とデートをしまくってたら、周りの大人、特に深くまでは事情を知らない人から堕落したと思われるかもしれない。それは少しまずい。そうだな。やっぱこう、外向けもね、ちゃんとしておかないとね。胸を張って吉野と付き合っていきたい。そのためにも誰かに後ろ指を刺されるようなことはなるべく避けないと。俺のことなら気にしないでいいから。それに1時間もかからないでしょ。だったらそこまで気にするほどじゃないよ。なるべく早く戻ってきますから。その気持ちは嬉しいけど、さすがに祈祷を焦るのはまずいよ。なるべくです、なるべく。それで帰ってきたら、その約束通りセックスしましょうね。お気に入りボイスです。単語があれだけど入れます。うん、そんな可愛らしくしましょうってこんな誘いを断れる男がいるのだろうか。うん、いや、いない。いや、いない。これ何ができるんだろうか、いや、いないのやつ結構好き。俺は即座に、思考していた。じゃあ行ってらっしゃい。見送る俺を吉野は不満そうな目でじとっと見つめてきた。不満そうな目で。あれ何かダメだった？ダメというわけではありませんが。行ってらっしゃいのキス？あ、思い出した。行ってね、俺の母さん、お父さん、母さんもやってましたけどね、それ。なんか面白いよね。行ってきます。どうやら行ってらっしゃいの中で間違いなかったらしい。吉野は上機嫌に笑って神社に向かった。さてと、待ってる間どうしようかな。まあ、あれだ、例の本でも読んで学んどけばいいんじゃないか。このまま部屋にいても落ち着かない。というか妄想ばっかりしてしまって変に暴走してしまいそうだ。なるほど。右手がうずく。はあ、気分を紛らわそう。いやー、右手がうずくって言って、まこさんの前に立つお前すげーな。いや、言ってないか、右手がうずくとは。変な気分になりそうなのはわかるけど、まこさんも十分美少女だぞ。ということで、何か俺に手伝えることってありませんか？手伝いですか。何でもいいですよ。ですが、もう昼食も終わって、片付けも終わりましたし。なんか三角関係になったら面白いのにな、これ、まこさんと吉野さんの。今からは何をするつもりだったんですか？洗濯機を回して、うん、お布団を干して、あとは掃除ですね。ああ、それなら俺が掃除しますよ。何かしてないと落ち着かないんです。だから、手伝わせてください。わかりました。では、よろしくお願いします。さて、やりますか。まあでもなんかわかるわ。こう何かしてないとね、落ち着かないみたいな。掃除というか、家事は全般的に嫌いではない。できるもんな。と言っても実家では母さんが、ここでは日立さんがしてくれるから、日常的にするほどではないけど。とりあえず、掃除機をかけて、空拭きもするか。でいいのかな？ん？うん。よし。こんなものかな。畳や床をきれいにして、ついでに水回りの掃除も行った。さすがに水回りの方は普段から丹念に行うには時間がかかりすぎるせいか、そこそこの達成感が得られた。お疲れ様です、アリッチさん。今日は本当にありがとうございました。ああ、いえ、邪魔にならなかったなら良かったです。邪魔だなんてそんなはずありません。水回りまでピカピカにしていただいて本当に助かりました。いやー、なんかこっからでもまこさんのルート行けそうだけど、もう無理だよな。もうね、もう引き返せないからな。そう言ってもらえると嬉しいです。とはいえ普段はしない姿勢をとっていたせいか、腰に負担がかかってしまった。あるよね、なんかそういうのね。本当にありがとうございました。腰に負担？大丈夫か？そんな、むしろいつも家事をしてくれてありがとう、日立さん。大事だね。私は家事が好きですし、これがお勤めでもありますから。でも感謝の言葉を言うのは大事だ。
ただいま。お、あ、吉野様、お帰りなさい。お帰り。どうだった祈祷の方は。滞りなく無事に終わりました。正臣さんの方こそどうしたんですか。え、何が。汗びっしょりです。汗びっしょり。マコと一緒に汗びっしょり、どういうことだと。おでこを、拭ってみると手ではっきりと汗が分かった。結構熱を入れて掃除してたから、もしかして汗臭い。匂うということはありませんが。いや、汗大好きヒロインもいるからな。なんかまあなんかあれだよね、はたから見たら変態なんだけどさ、当事者になったらなんか嬉しいとか、そういう感じなんだろうな、多分。汗びっしょり的な。お掃除を手伝ってもらったんです。そしたらアリチさんの中でスイッチが入ったらしくて。うん。そのまま目についた些細な汚れまで一緒にやっちゃって。そうだったんですか。今日はアリチさんが手伝ってくれたので、いつもより綺麗になりました。うん、さてと、それでは私は夕食の準備を始めないと。北市さんが買い物に出たら二人っきり。いや、さすがにマコさんだな。いつ帰ってくるんでしょうか、マコさんは。買い物と言いつつ、なんか2時間3時間ブラブラするんだろうな。思わず俺と吉野は目を合わせた。その動きを北市さんは見逃さない。なるほど。あはは。それでは私は夕食の買い出しに行ってまいります。いや、さすがの察する能力。今日はそれなりに時間がかかるかもしれませんが、どうぞお気遣いなく。どうぞ。ではでは、失礼します。ありがとうございます。こちらに言葉を挟む隙を与えずに、日立さんはそそくさと出ていった。もしかして気づかれたでしょうか。まあ察されたな。まず間違いなく。でもどうして。別に怪しげな行動はしてなかったはずなのに。まあ自分ではね。それを本人に尋ねると、忍者ですからって帰ってきそうだね。あと一瞬とはいえ、あのタイミングで見つめ合ってしまったのは決定的だったかも。そうだな。でも今更ですね。気づかれたものは仕方ありません。そうだ、やることをやらなきゃ。そうだね。気にするだけ損かもしれないね。再び視線が絡まり合う。彼女の潤んだ瞳と熱を帯びた吐息が、掃除で忘れていた欲望を思い出させる。ああ、この文章好き。あの、いいですか？何が、とははっきりさせず、うるせえ。静かに体を寄せてくる吉野。何がじゃない。今さらそれを確認するまでもない。俺としてもそれをずっと望んでいた。今すぐにでも抱きしめてキスをして服を脱がして、あ、いや待てよ。なんだ、どうした。とっさに俺は彼女が近づいた分後ろに下がった。ほう。あの、正臣さん、じらしプレイ。ああ、いや違うんだ。ほら、結構汗をかいたから、先に綺麗にしたいと思って。あ！お風呂プレイか、これ。汗まみれだと、ちょっと不潔だよね。って、なんか俺、乙女みたいだな。とはいえ、冗談で言っているわけではない。まあ、汗気になる、人は気になるからな。今はこう言っていても、ゼロ距離とかになると、臭いと思われるかもしれない。なんか、潔癖症な人とかだとね、毎回風呂入ってからじゃないとダメ、みたいな人もいるよね。この状態では吉野も言い出せないだろうし、俺の印象も悪くなる。先にお風呂で汗を流したいんだ。その、待たせちゃうのは申し訳ないんだけど。いえ、そもそもそれは私がお待たせしたせいですから。じゃあ悪いけど、少し待ってて。すぐだから。でもそういうことなら、私も先にお風呂に入っておきたいです。ってなると？じゃあ一緒に入ろうかってなるよね。吉野も汗をかいたの？祈祷って、そんなに大変なの？いえ、祈祷自体は激しく体を動かすようなものではありません。うん。私もお父さんも、汗をかくようなことはしていないんですが。ん？察せ。約束のことを、ずっと考えていたせいか。うん。その、
私、その、あの…わかりますよ。顔を真っ赤にして、うつむく吉野。なんでプレイヤー側わかってるのに、なんか毎回あるんだよな、お前なんでわかんねんだっていう。もじもじと足を擦り合わせているのは。あ、そういうことだ。もしかして、うるせえ。マサオミ、そういうのは言うもんじゃねえんだ。マサオミ、俺は言わねえぞ。なんでもかんでもストレートに言わないでください。どうだ、そんな、濡らすというほどではないはずです。最低な野郎だな、もう。こういうのは絶対言っちゃいけないからな。でも、自分で思っている以上に、恥ずかしい状態になっている可能性も、なきにしもあらず。なきにしもあらず。あるんだな、それは。そういうことなら、俺が風呂に入るなら自分も綺麗にしておきたいと思うだろうな。じゃあ一緒に綺麗にすれば。じゃあお先にどうぞ。いえ、マサオミさんの方こそお先にどうぞ。うん、私はその先に入ってしまうと、待っている間にまたその汚れてしまうかもしれませんから。お気に入りボイスです。ええー、なぁ。ええなぁ。これクールなぁ、なんか。そんなに、嬉しい話じゃないか。女の子って想像しただけでそんなに濡れるものなのか。いや、知らんけど。いや、男でも人によっては触らなくても、そうなの？そんな人いんの？マジか。ああ、できる人もいるらしいしな。へぇ。もしくは、その…ん？うちのお風呂、結構大きいですよね。来ましたね。楽しみにしております。そうだね。結構、どころか、かなり大きいね。二人で入っても、十分な大きさ、ですよね。ですよね。マサオミくん、それに、いろいろと汚しちゃったりするじゃないですか。はい。掃除したばかりの部屋を汚すのは忍びない気もするじゃないですか。構わんよ、忍びない。なんかハウテンのネタ、なんか前も使ったことあるな、確か。何だったっけ、どっかで使ったな俺。なんかのゆずさん実況で。何か言ってください。よしな、一緒にお風呂に入ろう。ご迷惑でないなら。確かに汗が気になるとは言ったけど、俺だって大変なことになっているんだ。だろうな。今も必死で我慢してる。ほら、ボロンじゃないぞ。またこんなに硬くて熱い。まあね、好きな人のだもんな。吉野のことを考えてたら、こうなった。でも、汗臭いとかで嫌がられたくないから、必死にこらえてるんだ。我慢なんてしなくていいです。私が、マサオミさんの体を、きれいにしますから。うわぁ。気にせずにしましょう。約束の、セックス。ああ、する。もう我慢なんてしない。その代わりというわけではありませんが、うん、私が恥ずかしい状態になっていることも、どうか許してください。うん、それは絶対に許される。むしろ嬉しいぐらいだよ、俺は。俺は吉野の手を掴んで、そのまま風呂場に足早で向かった。よし！今日の夜は、楽しませていただきます。ということで、次号にお会いしましょう、皆さん。それでは、バイバイ。